おお、13年ぶりの空港。空港、飛行機の上乗れるんかね。乗れ無るん理じゃか。ない？あ、2020だってっあて書れ、いてある。あれテクスチャの狭間に乗ってたもん、実際。登めたるとい。き。だけど当時そんなにここでハーポなどプレイしていないっていうね。そう、知らないけど、ここのハーそう、ポ知知ららない。ない。あ、ちょっと飛行機試してみよう。ただ、とにかくすぐリスポーンが変わりそうで怖い。無理だね。無理だね、じゃ無理。実戦じゃ無理。あ、リスポーン変わりそう。これ、ここ通は勤？い。あ、ここ定番ポジだ。定番ポジだな。そこは頑張ってくれ。助けてくあ、れ。俺はここで一生。イージーキルを取り続けるから。あ、負けた。FC 強えわ。ちょ、ハーポの LMG は弱いわけないんだよな。俺はモダン3でもちゃんとハードポイントの守護神となってみせる。それもあのガジェットが出るまでだろいやいや、あのガジェットう。出てたらあ俺のが2ガジェッ人、ト出るまで。あのガジ、ACS モジュールだろ。そうだよ。あれ出たらもう俺2人よ。2人。あ、やばい。ワンパーソンで3ミニッツ取ってやるヒューマンが2人いたらもう6ミニッツで。6ミニッツ。あ、あ、どこ？なんか、まだガクつきがあるハーポだと飛行機の中になかなかたどり着けない。うひょ。やべえ。このルート。エリアになかなかたどり着けないんだけど。あ、今入れた。ガジェットが出ない限り守護神もどきなのくさ。何？ああ、懐かしい。飛行機ないじゃん。あ、飛行機ない。懐かしがすぎるわ。飛行機入りたい。やべやべやべ。初めてキルスト出したんだけど。いや、何事にも初めて悪い。初めて。飛行機の構造、航空機内の構造、こんな感じだったか。え？こあれれ？さ、コックピットで防げないんだけど、めちゃめちゃうざかった、今。この機体は俺のもんじゃ。そこずるくね？え？もう俺の席で。降りる席。荷物。でもさ、今改めて見たらさ、この機体結構ちっちゃいよね。ね、格安航空でもそんなちっちゃくない。こう、私の田舎の空港に飛ぶタイプのサイズだよ。なんか置いてあるんで。ひどいリスポンを見てる気がする。もう一人いんのか。俺、ハーポに全然絡んでね。痛すあ、こぎ。こ。モダン3オのッケー。時、お世話になったバグポジも消えてるよ。そこまで引き継いでたら怒るよ俺。UAV だよ。ここ最強の頭出しポジだから。LMG 強い。よかった。キャンペーンも面白くなくて、マルチプレイも面白くなかったらどうしようかと思ったよ。それは終わって、ゾンビにもう望みしかない。
でもさ、しおりってさ、あんまりキャンペーンが面白くないシリーズないけどね。そう。やばい、鬼倒してる。あんまりキャンペーンやんから。は？前、前シリーズすぐ速攻でマルチ起動するやつだろ。そう、許せない。いや、今作は人生で初めて速攻でゾンビを起動してる。私一人に全部やらせる気だ。ちあのさ、定まる最強の守護神だぞ、エリアの周りに。いやいや、俺だって守護神だい。エリアの守護神。プレデターミサイルをお見舞いする。プレデターミサイル。ちょっと撃ちにくいかも。うわ、撃ちにくい。あー、なんかラグったけど、オッケー。おお。マップ知ってるから動き方がな大体わかるです。うん、それもね、COD おじさんにとってのダイヤードだよ。ダイヤード。弾薬があるぞ。反射神経は衰えつつあるけどね。ターミナルとこの LMC の組み合わせはいいな、なかなか。ロング多いしな。うん、そう。ロングロングアゴだ。ロングロングアゴ。アゴ関係ない。上空からの偵察が必要。あとさ、モダン2の時のサイトってだいたい黒年鉄板だったじゃん。黒年ミニプロ。キャンペーンが面白くなかったのはゆ、ブラックオプス。3ブラックオプス読んだな個人的には。クロネンだいたいいいサイトだったけど、今作ちょっと違うかもしんないな、個人的には。おわ、びっくりした、ね、このマップ SAE マジで当たらんのだけど。そりゃ当たらない。困ったな。あ、これもあかん。これミサイル無力すぎん。あーマジ航空機だ。は、切れそう。は、ちょ、何このリスポン。死体じゃん。あ、つうかこの飛行機あれだぜ。はい、あのコックピットの真正面にさ、廊下から立ってまっすぐ抜ける、壁抜き。マジ、ま、マジマジ。まあでもちょっとこの席とかに入ってたら当たらんと思うけど、これこの辺にいるやつら全員丸当たりで。へえ、丸当たり。じゃあ端っこでじっとしてれば当たんないか、さっきみたいに。そう、ここはインベージョン。ああ、わかった。オッケー。絶対に ACR を金明祭にすると誓った。今は食事中でながら見してます。あれ？飯は？あれ？インベージョン。ああ、思い出した。思い出した。俺が考えていたマップとちょっと違った。なんで？やっべ、めちゃくちゃ嘘ついたわ。これ元からモダン2マップやん。ここもハープわかんねえな。畜生、俺もわからん。うおぉ !LMG 最強、 LMG 最強、 LMG 最強。あああ、リボルバー最強、リボルバー最強、リボルバー最強。
やべやべ。ああ、橋早すぎ、橋早すぎ、橋早すぎ。橋早すぎ。はい。スネークショットリボルバーのワンショットワンキル率下がったのかな。あ、それはね、大いに。さすがに。下がりやした。悲しいことに。モダン3さんのリボルバー枠ちゃんとあるから。あったね。TVR だっけ。なんかそんな感じだった気がする。うん、おい、俺の SE に一人ぐらい引っかかってくれた。よし。あっ！ちょ、LMC 使ってんだから打ちやめ癖を直したい。どりゃー！あれ？どこに打ってんだ？当たる寸前まで生きていたんだよ。そういうね。そういう。あれ。あ、くそ。いや、アバカンいいな。アバカンいい？あの、打ち続けるとブレるけどね、最初の5発ぐらいでやれれば、うん、めっちゃ強い。俺もう初手でこの LMG 使ってるから、まだあのアバカンまともに使ってないよね。元18主義だったっけな。モダン2019のおでんと同じ段使うらしい。やべ。もうスライディングのつもりだったのに飛び込んじゃうんだけど、うざすぎる。超ここ動けねえ。なんで生きてる？リボルバーダッシュ、リボルバーダッシュ。ここ知らんな俺。こんなとこあったっけ？あった。あ、行ってやべやべやべ。なんだこれ左か。スポン変わった？変わってる。おい。ベータで、あ、このフォルジャーは強くなったんかな。俺ベータで使ってたけど。フォルジャー使ってすらいない。LMG。弱かったよね、うん、ベータ。あ、あの、だって、あの、ドアがいても4発キルだったんで。距離が離れると5発キルで、本当に弱かった。いいこと何もない。もうマジでどこがいいの？そういえばジェットってオペレーター、現役航空自衛隊の女性パイロットらしい。まだ解放してないけど愛用する予定。現役がモデルなの。俺もいつオペレーターになれるかな。だったらやばく、やばい。顔までリアル。別に何も特徴ないですけど。モブだわ。モブ。いや、強っ。あの、アバカン、最初の2発早いからさ、うん、ロングの指切りがバカ強い。ああ、それはね、思った。っていうか、その戦法は俺がベータの頃に考案したやつだろ。ええ？え？たった今俺に半券移ったから。半券って。ああ、強すぎ。このエリアどうやって行くの？頑張っていく。ドリャー。よし。ちょ、下のやつ倒したい。初段2発で指切りを繰り返したらめっちゃ強そう。湘南館強い。高橋名人が最強になれるかもしれない。それ単発に切り替えても初段2発が出るようになるから。え、そうなの？うん、そう。へぇ。あ、切れそう。なんか強いのかこれ。単発の2発は分かんない。何そのリスポーン。ちょっと微妙。単発2発は微妙。フロートで撃っとけってことがアサルトなんだから。そう。頭当てたら強いかもしれない。それはありとあらゆる武器装備。そうなんだけど。
あの2発の冷凍が早いから。かっこ2発、かっこ2発。ダダニ、てか同じことやってるやついるぞ、銃声で。明らかに銃声さ、アバカンだけおかしいもん、冷凍早すぎて。よからのことを考えてるな。いや、この LMG 本当に重たい。ストック取れバカ野郎。マガジン外せバカ野郎で。絶対150発でやつ。あ、いや、マガジンはね100に戻してあげても。あ、取った。あ、言うほどね、言うほどで。単発じゃなくて2点バーストかな。打ち方によってはそうなる。2点バースト、そう。ちょっとスライディングがうまくできない問題腹立つマジで。いやー、もう昔のマップはいいな。昔スタングルネードキルや。なんだ1分20秒とは。見習ってほしいな。私13回も防衛してんだけど。2位だぜ。何？いや、まあスコア差は見えてんだけどさ。そう、はならんやろ。